ダミナっていうのやめてください。アンミカみたいです。いや、アンミカさんに失礼です、それは。大丈夫です？消されますよ。ネコニャラさん、優勝おめでとうございます。優勝すると思ってました。優勝してません。何の話でしょうか？そろそろユニフォーム変えません？汚いクリーム色、どうにかなりません？汚くねえだろ、別に。俺が好きな色なんだよ、これが。つながりマジシャンとは一体何ですか？つながりマジシャン面白いな、全米が鼻で笑いますね。掘り下げてはいけないことってあると思うんですよ。人間と人間会話するときに。わかります？言っちゃいけないことってあると思うんです。今日なんか肌荒れてるねって出会い頭に女の子に言わないでしょ。そういうことですよ。そんなピッピって言うなら自分で審判やりなさい。審判やってる方の気持ちも考えなきゃダメでしょ、大人なんだから。お前はコガちゃんの気持ちを考えろ。早くやめろ。ヨーダの画面に直せ。ヨーダに、スターウォーズのヨーダに。全然更新されなかったんで死んだのかと思い警察に連絡しておきました。だとしたら警察は仕事サボってんな。一切私に対する調査がありませんでしたけど。3位、勝ち点差はありません。だから勝ち続けるしかありません。そういうゲームです、これは。しかも何を隠そう、広島なんですよ。1位の広島ですから、いやー勝ちてーなー。勝ったら勝ったでつまんないって言われるんですよね、コメント欄で。おかしくね？ちょっとこれはガチ面でいきます、このままで。ちょっと勝ちたいんで。高萩よじろーララ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 。カストロのことをスカトロと呼ばないでください。雨は気分がめいるんだよな。そして私ちょっと風邪をひいておりますんで、予期せぬところで咳が出る可能性があります。ちょっとそれはご了承ください。さあチャンスを迎えている。さあ固まっている。来たか。危ねえ、いきなり危ねえ。ここでちょっと一発、家長のいいクロスをお見舞いしてやりましょう。いいクロス、カッチャン。おぉ、カッチャンじゃないよ、カストロだよ。カザンス来るか、カザンス。カザンス来た、うぅ。ちょっとカズダンスに、具合が悪くなって咳が出たわけじゃないです。たまたまカストロのカズダンスの時に、喉がイガイガってなった模様です。カストロさん、あなたのことが気持ち悪くて咳が出たわけではありません。ナイスシュート。いや来たね。わかりませんよ。え、まずくない形。危ね、ちょ戻す。クリア、オッケー。パスをつないでいく。ナイスカスト、アルド、カスト、競り合います。アルド、カスト、ナイスド、アルド、アルド、カッチャに出れば、あー、アウト。一人上がっていったんですが通りませんでした。は？待って待って、センターバックはどこで何してんだ。いい形だ。ゴール前フリーだ。ナイスジョーゴ、素晴らしいね。いい攻撃。戻す。え、キーパーに戻したんですけど。そのままいった。なんでだよ。なんで今そっちにパス出たの？もう嘘でしょ？マジで言ってる？悲しすぎでしょこの失点は。マジ？取り返すしかないな点は。ちょっとウッチーにクロス上げさせたいんだよな、できれば。ミナンデじゃなくて。え、でも無理だ。イエラが頑張れ頑張れ。ナイスジョーゴ、まだあるよ。ウッチフリーだから。いいよ。ウッチならいいコース上がる。うわー惜しいな。え？やばいやばい。カウンター来るぞ。合いませんでした。サンフレッチェ、ここはしっかりと守りました。サンフレッチェボールキープしています。お、いいでしょう。大事な。取れろ取れろ。キーパーキーパーキーパー。あ、オッケーオッケー。さあ動きが速くなる。競り合った。ナイス家長、まだ生きてる。ボールはカストロに預けてからのピッピッピッ。え、これどうする、これサイド走るのかな、これバツで当てたら。あ、走ってね。オッケーオッケーオッケー。ウッチのクロスだけが頼みずな。オッケー、コーナー。最近全然競り勝ってないからね、コーナーキック。ちょ、競り勝ってよ。いいボール蹴るからね。このボールどうだ。あっ、おーし、よく
おお、前半終了。いや、点取るしかない。失点しちゃったんでね、点取ろう。後半に離すぎました。は、うま、いや、うますぎでしょそれ。追いつけ、指示ね。あ、あぶね。ここは精一杯クリアします。何が起きてました今。素晴らしい展開を見せたんですが、チャンスを逃しています。サイド攻撃、ウィングバックがね、ちょっと邪魔なんですよ、サイド攻撃するときに。ゴールキックから裏は取れないっていう現象起こるんで。まだ攻守を探しています。いいよ、いやー、ダメか、惜しいなー。勝っちゃ、イエナガミランダ、カスト落とせ。ちょっと負けんな。え、オフサイか。一気に出されるナイス。家長のもう一発クロスよりも OK。 競り勝ってね、そろそろコーナーキックの得点見たいよ。ボールに高さはあります。見たいよ。 OK、 見たいよ。いや、これはドンピシャですね。ジョーゴドンピシャリ、ジョーゴドンのピシャリ、ジョーゴがミランダからのコーナーキックをドンピシャリ。喉いて、やべえ。さあサイドを変えて短くつなぎます。競り合った、縦に出す、プレッシャーをかけます。ナイス。いやー、ナイディーだな。ナイスエスミ。やばい、やっちまった。このクロスがスライディングになるやつ。エスミさんはお咎めなし、お咎めなし。ナイス、カッチャン切り返してからあげよう。トヨム、カスト、カスト、おお来るか、カズダンス、カズダンス来た。これはカッチャンのクロスが素晴らしいとこ飛んだな。まさかのドッペルパック、カストロが奇跡のドッペルパック。いや、これはもうカッチャンですね、カッチャンの得点。カストロのカズダンスが1試合で2回も見れるとは思わなんだ。これ変えよう。 OK、あとは失点さえしなければもう勝ちなんですよ。シローがもう前線でスーパーチェイシングディフェンスを見せてくれるっていう契約なんで、それに期待しましょう。後半30分、左サイド、早く折り返したいですよね。チャンスになる、惜しい。頭、高橋詰め寄られました。ミランダ頑張って頑張ってチェイシングだ。は、待て待て、どういうことだそのドリブル。オッケー、うーん、あと1枚抜けばっていうとこでしたかね。ここはディフェンスされました。え、うま、フラスルは。さあ、これからだ。あー、ナイスキー、キーパー、よいしょー。シローが走るね。いいボールです。ファールにもくじけず、オッケー、コーナー。これはもう上がんなくていいです、あの指示名は。これで点入っちゃったらもう事件。あ、惜しい。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。足技を見せます。田畑が見せて、見せれない、切り返す能力なし。これ追いつかないな。一人であります。意地を見せるか。おっと、抜けてきた。いや、点取られなくていいよ。どんだけ長いんです、マジで。これも大丈夫か、蹴っ飛ばせば。 OK、 ナイスゲーム。首位相手にこのゲームは素晴らしい。これはカストロか、ジョーゴでした。はい、600ポイント手に入って成長も見ましょうね。成長も成長しているね、みんな頑張ってるな。頭が下がるよ。え、何？あ、春王杯。びっくりさせてくるな。春王杯、まあ、天皇杯のことですね。
はい、あ、甲府も勝ったのか。あ、横浜3チームすべて勝ち点並んでいるというとんでもない状況になってます。今どうしましたこれは。スケジュールを見ると春王杯ですね、札幌戦、まあ、これはまあ勝ちたいけど、まあ、負けてもしょうがないかなっていう感じはします。だから目いっぱいターンオーバーしよう。目いっぱいターンオーバー、まあ、調子重視でいきました。6ターン山下、石川、内田、西田、池田、南田、田畑、白井、石原、松岡、志郎。あれ、こちらのスタメン発表されました今。さあ勝っていこうよ。今前半っていきません。そう、田畑だからね。カッチャン攻めでいこう。カッチャン攻めで、カッチャンしか優位性ないから今うちのチームの。どうする？オッケー。いやー、行きますね。池田でいいクロス上がんのか。いやー、詰まってますよ。逆にコーナーにしていく。さあコーナーキック先制したらだいぶ話変わるんで、お願いします。高さのあるボール。あー、ダメか。いいところで奪った。いやー、勝ちゃ、頑張れ。あるぞ、白井、白井。うわー、フィジカル。ここはなんとかクリアです。これあるんだよ。行きますよ。これは直接狙ってくるんでしょうか。こんなもんだろう。そうですね、十分狙いますよね。あおー、ナイス。山師今日指示ねいないからね。もう山師し、あ、結局このボールを奪う。ピッピッピー。それは左に叩いた、左に振って、ナイスボールだね。この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。ちょっと奪われが、松岡志郎。さあ打っていった。ディビッドソン詰め寄られました。ちょっとよろしいでしょうか、アウェー側ですけど。いや、頑張れ西田、追いつけ。使っていくよう指示、出足しちゃうんだ結局、はい、ここ、ああ、コーナーになっちゃうんだ結局。ちょ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 、 OK。 中へは、は、うまっ。なんだそのピンポイント、危ないぞ。危ねえ、ね、よし、白井と、白井かっちゃん攻めでいきます。 OK、 ナイス。白井、いいクロス上げて。白井はすぐボール取られる。山師頼むぞ。危ねえ、石原左サイド、いいよ、いい展開だよ。先制のチャンスだ。しない、あお、あお、いい形で距離が入っていき、ピー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 、はどうする。いい攻撃、立てて。いや、白井は走ってない。シローがいるんだここに。白、白、粘りの白。ダメです、あるぞワンチャン。白はー、なんとかクリア。カビラさん、はい、ダバディさん、ロスタイム3分あります。今紹介がありましたが、いやー、惜しい。3分です。これから、あ、まずい。ナイス山師、立て、当てられず。ナイス山師、あるぞ、勝っちゃ、あー、なんで今調子だったけどな、マジか。オッケーオッケー、いや、なんとかやれそうな気はするけどな、このメンツでも。ある、みんなだ、あーで負けてんだよ、そんなヘロヘロヘロ、おっとっとじゃねえんだよ。オッケーオッケー、パスをつないでいく、カッチャンに出す、通った通った通った。これどうしようかな、シュッシュッ、シロ、あー、シロー。右サイド、内田と、ここで抜けていく。ナイス、白井次第。うちのチームは白井次第。ラノベのタイトルみたいなこと言っちゃってますけど、シロー。あ、それ決められなかった。1決め、マジで言ってます。いやー、無理か。オッケーオッケーオッケー、いいよ。デビッドソン・ジュンマーカスの名前が収まりきれてないですね、あの中に。あばい、こういうの、こういうのがね、普段のジョーゴとかイエナガの感覚で操作しちゃうと絶対にボール取られるんで。ほら、これも、あ、これも、なんでそのパス、それまずいんだよ。センターバックがこう振り向かれたらもう一瞬でピンチになるから、このゲーム。危ね、
し戻した。あ、まずい、あぶね。オッケー。は、何してます今2人でぼーっとして。今レポートありました、交代が見られる。カッチャナイス。白白、あ、嘘だろ嘘だろ。時計は後半の30分を過ぎています。長すぎました。カビラさん、ホームベンチが慌ただしくなってますね。いいよ、カッチャンにフリーでこれ渡るでしょ。そうですか。どうしようかな。ベンチに動きが見られるようです。オッケーオッケー、ある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 、カッチャンある。白い、うわー、いや怖いぞこれ。まずい、ちじれ。いやいや、ぶつかってる場合じゃない。味方同士でぶつかってる場合じゃない。コーナーキックに変わります。延長あるでしょこれ。だってこれ交代したくないな、まだショートコーナー使ってきやがった。危ないぞ。ノナ詰め寄られた。小さく回します。うわ、延長か。これはもうちょっと入れていくしかないな、スタメン軍団を。まあ、家長と豊田入ればなんとかなるんじゃないかって思ってます、私は。いや、豊久保が全然違うもん、動き。いい守りを見せました。ボールは、あ、まずい、これまずいな。ディビッドソン胸で落として、ナイス。縦超空いてないこれ。縦まで飛ばねえ。オッケー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 。いや、延長前半終了。いや、 PK 戦あんのかこれ、もしかして。いや、1点ぐらい決めないとまずいよねこれね。いや、相手超押しかけてきてる、押しかけてきてる、押しかけてきてるっていうの表現があってのか分かんない。危ね、危ない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 。うまうま、小暮くんかよ。あー待て、危ね。ヘッドで競り合います。 PK 戦かこれは。一気に出される。うまっ。さあ来たぞ、惜しい。いいディフェンスを見せます。試合触らなくていいからね。触らなくていいって言った。触ってよかったわ。中央から行った。とや、あこれはまあ、いや、思い切って打ってきましたね。マジ。でもうまく蹴りました。なぜ PK 戦だこれは。おい、ね、PK 戦どうしたらいいんだこれ。池田どうしたらいい。このままでいい、このままでいいか。まずは1本目を、これどっち飛ぶ、6ターンどっち飛ぶ。左、あ、真ん、あ、真ん中か。豊田は大丈夫だろ。オッケー、ナイスだね。真ん中蹴ってくんなこれ多分、結構な確率で。6ターン真ん中、ナイスー。ければいけないところでしたからね。ちょっとカッチャンは右に行けります。ナイス、びっくりした。うまく逆をつきましたよね。真ん中、真ん中攻めでいこう。6ターン勇気の真ん中ダメです。ゴール右隅に決めました。読み切りましたね。白井は真ん中怖いから。オッケー、端っこ蹴ったら外すの気するからね。6ターン勇気の真ん中チョイス。ほら来た。おっと正面、キーパーを防ぎます。完全に読んでた感じですよね。決めれば勝ち。家長、家長はね、流しそうな感じでしょ。左に、右に行けるんですね。ほらーい、ナイス。ターンオーバーの意味はまるでありませんでしたが、なんとか勝ちました。オッケーオッケー、600ポイント入ってる。順位表をちょっと確認しましょうか。なんとかですね、なんとか3位はキープしてるんですよ、得失点差の関係で。ただスーパー団子状態は否めないんで、まあ勝たなきゃいけないよっていう感じですね。はい、ディビワン見ときますか。 J1、 あ、エスパルスが1位になってる。エスパルス浦和 FC 東京、降格圏は大宮新潟札幌ですね。試合日程を見るとですね、
まあ、次湘南戦で熊本で東京と戦う、東京戦うの天皇杯3回戦マジ楽しみ。草津甲府で終わりですね。 J1 のカップ戦、まあナビスコカップかな、山崎ナビスコカップはガンバ大阪が優勝したそうです。喉が痛かったです。喉が痛いんだったら声小さくしろよっていうコメントは禁止でお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。